パラードの衣装、パラードは、セルゲイ・ディアギレフが率いるバレエリスが1917年に、上演した全一幕のバレエ、またエリック・サティによる、バレエ音楽並びに、還元楽組曲。台本、ジャンコクトー、音楽、エリック・サティ、美術、衣装、パブロ・ピカソという、当時の最先端の芸術家によって生み出され、バレエリスの新時代を告げる重要な作品となった。 日曜日の見せ物小屋を舞台に出演者たちがテント前で客寄せのために芸を披露し3人のマネージャーが客を呼び込むというもの。サティによる音楽にはサイレンやタイプライター、ラジオの雑音、ピストル、回転式のくじ引き装置、空き瓶やパイプを叩く音など騒音や現実音が音楽に用いられており、この点ではエドガーバレーズを10年先取りしている。 ピカソがデザインした衣装も人体の形を無視したようなキュビズム風デザインによる巨大ハリボテのマネージャー、二人がかりで演じる馬など奇抜なものであった。第一次世界大戦中の1917年5月18日、パリのシャトレザにおけるバレエリュースの公演で上演された。四季はエルネスト・アンセルメ、振り付けはレオニード・マシーンが担当した。主な出演者はマシーン。 リディア・ロポコバ、ニコライズ・ズボレフ、マリア・シャベルスカ。ギオーム・アポリネールは、初演時のプログラムに、この作品が、聴衆に、心よい驚きを与えることになるだろうという文章を、寄せたが、パラードの初演は、春の祭典以来の一大スキャンダルとなった。春の祭典のスキャンダルは、もっぱら前衛的な、音楽によるものであったが、パラードの場合、ピカソによる幕の絵や、 舞台装置など、音楽以外の要素も、騒動の原因となった。また、第一次世界大戦中ということもあり、バレエそのものが良識への挑戦とみなす人々も、存在した。飛び交う野ジに対抗して、モンパルナス派の画家たちはピカソを、ジョルジュオ・ーリツク、ジェルメーヌ・タイ・ユフェール、ルイ・デュレ、ロマンロランなどの音楽関係者は、サティを叩いて叫び、劇場内は、騒然とした。 パラードの初演は、後に、フランス6人組と呼ばれることになる、若手作曲家たちを、大いに刺激することとなった。1993年のアビニョン演劇祭にて、中心会場である、アビニョン教皇庁で、アンジュラン・プレル・ジョカージュによる振り付け、黒田秋による舞台美術で再演されている。以下の6曲から構成される。演奏時間は、約13分。 コラール赤いカーテンの前奏曲中国の手品し、アメリカの少女系は雑誌集曲、パラードはピカソによるバレエリュスのための初仕事となった。羽賀直子、バレエリュスその魅力のすべて国書館公開、2009年、260から261ページ、AB、最新名曲解説全収録、還元楽曲3音楽の友社者、1980年、 日本の歌舞伎の馬などから着想したとされる。エブリン・ユーラル・ビル、ヒハタスケキ役、フランス6人組20年代パリ音楽家群像、小文社、1989年、316から317ページ、この、アポリネイルの文章中に初めて、シュルレアリズムの用語が登場した。葉が、前景書八84ページ、プーランク、オーデル編、千葉文夫役、 フランクは語る。音楽家と詩人たちちくま書房、1994年。83ページ。初演時の客席には最晩年のクロード・ドビュッシーなどの姿もあった。派が、前継所324から325ページ。ありがとうございます。